何ちゃんと言って。ゴークよろしくお願いします。久しぶりの一対一企画をやろうかなというふうに思います。僕の中で一対一企画といえば、チャン最初にやってもらったのがフリースタイル界のキング達也さんと最初にやらせてもらって、その後に僕の弟ですね、辻元家のキングやらせてもらって、キング譲っていいん、そこはキングです。そうなんや。中井健介さん、フットサル界のキングですよ。あ、そうやな。で、僕の友達のイタリアの元プロフットサル選手のイタリアのキング、おキング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 なんですよ。あ、キング押してんねや。キングでやらせてもらってます。キングでやらせてもらってる、はい、で今回もまたキング呼んでるっす。え、タイのキング呼んでます。お願いします。ソボディカーブ、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 よろしくお願いします。J リーグの初得点者、愛媛 FC 第1ゴール、そしてすぐクビになったタルトです。J リーグ初得点って普通にすごくないですか。いや、すごいよ。やばいですよね、まあ、当時 J リーグやったらカズさん、横浜 FC か、はい、横浜 FC とか神戸、ヴィッセル神戸とか、はい、まあ、レーソルとかもみんないましたね。その中で J リーグの初得点者で、そのままタイ、あ、シンガポール、そうだね、シンガポール、アメリカ、ベトナム、あ、まあ、いろいろ行って流れてタイにレジェンドですよ。いや、もうレジェンド、レジェンドと一対一させてもらえてること、いやいや、こちらこそ、もう噂には聞いてるから、フットゴルフ界のプリンス。プリンスって聞いてるから、ちょっとキング行くよなのでプリンスやっつけて戻ろうと思ってます。キング対プリンスの対決ということで、オッケー、よろしくお願いします。はい、お願いします。ヌンソンさん、ヌンソンさん、わー、負けた。先行で左サイド3本攻守で、右サイド3本攻守で、合計6本、どっちが多く点取るか。もっしゃ、負けへんからな。で、あのゴール今日いつもよりデカめなんで、うん、ゴールの中に赤コーン置いてる、うん、そこに、まあ、入ったら、よっしゃ、やばい、緊張するな、これ。カモン、上に行こう。やばい、いきなりスライディング。体が重い。梅ちゃんと違うな。梅ちゃんとじゃ、梅谷さんと以前対決、そうやな、梅ちゃんの時も力3割ぐらいしか出してない。めっちゃ綺麗に抜いてましたもんね。見せる技までしてたから。はい、危なすぎる。ちょっと、いいっすか。何、どうした、いいっすか、ちょっと映してもらっていいっすか。どうしたの。終わった、押し終わった。ゴムチップ出てきすぎや。いや、りょうくん、はい、今一本目やんか。はい、あの、猿田さん38歳やねん今日、はい、今年りょうくんいくつ。ゴーク、おう、マッコでスライディング来るんやな、ガチやな。ガチっす。オーケー、よし、行こう。りょうくん、これサッカーの基本やな、やっぱ前前後ろ向いたらもう行かなあかんですよね。りょうくんやばいんちゃうこれ。いや、でも僕得意サイド右なんですよ。ああ、まあそうやな。うわー、いいね。あっ、やばい。まだ怖い。なんか、あれっすわ、今日で対戦してきた中で、うん、一番なんか怖いっす。常狙ってるんですよ。いや、そうやな、やっぱしっかり前線の選手やから。あぶっ、あ、出たか、出たか、出た、出た、やばい。めちゃめちゃいい攻守してますよ。今のスライディングエグいな。あれ、打とうと思ったんですけども、なんか刺しました。な、打ったら当たるわみたいな。すごいわ。はい、危ない危ない危ない。次今3本あったんで、次右サイドっす。右サイドな。まだ今0-0っすね。0-0点っすね。1点やな、1点の勝負やな、これ。あ、得意サイド来ました。え、でもサルタさんも右のハーフとかやったっすよね。これどっちもやってたな。あ、ほんますか。相手に合わせて最強タイプです。最強。ヘディングだけが嫌いだった。
ですか。これってうわーめっちゃりょうくんにはごめんけど次小細工なしで普通に抜きます、うん、なんか出すんですか必殺技必殺技ってやばっ残ってる残ってるよし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 ほんまに早いもうなんか初動全部負けるやばいよなほんまにめちゃめちゃ早いよっしゃ頑張るよくよしいや、使わないよりょうくん、それさっきも見たんやけど一個前のシーンと多分全く一緒ちゃう取られ方昨日これ20回ぐらい練習したんですよ、今のサルダさんも強いちゃうんですよエサっすああ、一旦な一旦今のやれてますかサッカー楽しいな楽しいです2本目っすね2本目見ました。りょうくんファンごめんね。やばい。一発目でも打てたけどな。くそ。ちょっと YouTube 的に。がっつり置き去りにされてたで。これ止められたらりょうくんの負けやなもう。はい。りょうくん、りょうくん強い強すぎるいや、まだ世代交代まだやったんすかまだやったなっキングに届かなかったっすシュート一本も打ててないっす、僕いや、めっちゃ悔しい今、4割ぐらいじゃんこれで終わりかちょっと、なんか教えてほしいっすあ、ちょっと教えてもらっとくコツみたいなのあったらレクチャーしてもらうことできますかいくらぐらいですか、じゃあ30万バーツでいいよそれって2円ぐらいですか100万ぐらいやなオッケー例えばこれやったら、はい、あれやなもうさっきりょうくんがシュート怖い言うたやろ、はい、もう花からもずっと見てんねんああそうっすよねりょうくんの場合は、シュートがないって分かってるからその怖さがないというかう距離開けてもいいしっていうのがあるけど、はい、やっぱゴールがあるならゴール意識を俺は意識してたで多分打つと見せかけたらこうやって引っ掛けてたから、はい、それがポイントとりょうくんの立ち位置とか見てあ例えばこっちに行ってるじゃんりょうくんがこっちに行ったら重心がないところに立ったら、まあ、これが一番抜きやすいというかだからメッシとかがよくやるのは一緒にちょっとわざとかけてこっちで行くとか あ、 そこがあとはまあ俺の体力がないからやけど距離を見てるねなるほどなるほどいや初速とかめちゃめちゃ速いねえぐいよななんかもうここの距離だったら行かれるんですよって行かれたらめっちゃ怖いこれくらいそうしたら打てるもんないやちょっと使いますやっぱ立ち位置見るのが大事そうやな、ま、ずは立ち位置軸足見てるなとゴールいつでも打てるっていうでこう前梅ちゃんとやってみたいなコーンとかやったらまたちょっと違うというか、うん、わざと引き寄せてスペースを空けてとか、うん、あーなるほどそれでりょうくん何歳22歳22です38歳りょうくんいやもう強すぎました38歳の綺麗じゃないよなうんやばいっすやってないからなちょっと鍛え直しとかのありがとう今日はありがとうございましたありがとうございました